この旅の苦段の責任の重さを考え、一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくことにしました。活動休止期間は、自分のことを見つめ直す時間にできればと思っております。反省して、精進します。8月11日、X に投稿した声明文の中で、こう発表したのはタレントで、YouTuber のふわちゃん。 8月4日に行ったお笑い芸人、安子への不適切投稿から、わずか1週間で、表舞台から一時姿を消す決断を下した。お前は、偉くない、予選敗退ですなどと綴った安子への投稿。現在は、削除済みには、批判が殺到することとなり、フワちゃんは、X 上で、再三謝罪を表明。しかし、6日までに出演していた。 Google Pixel の CM 動画はすべて非公開、来年度の教科書に掲載される予定だった写真も削除されることになるなど、費用を負うことに、事態は悪化することに。8日には3度目となる、謝罪文の署名を X に公開するも、9日には、パーソナリティを務めていたラジオ番組、フワちゃんのオールナイト日本ゼロ、日本放送が打ち切りになることが発表。レギュラーだった。 行列のできる相談所、日本テレビ系も11日放送会では、出演シーンがカットされることとなり、現状を抱えていたほぼ全ての仕事を失うこととなった。騒動後、X 公式アカウントでは、謝罪や活動休止報告以外の投稿をしていないフワちゃん。しかし、今年4月から開始した X の有料サブスクリプションサービスでは、ファンに向けた。 本音を綴っていたようだ。芸能関係者は言う。8日に3度目の謝罪文を投稿する少し前、フワちゃんはサブスクサービス内で3件のポストをしています。1件目はファンに謝罪した上で問題となった投稿の経緯についていつもラジオでやっているノリだと説明し、アホだよなと後悔の念を綴ったもの。2件目で フワちゃんへの誹謗中傷が起こっていることに対して自分は誹謗中傷は気にしないタイプであると報告し3件目ではファンの間で拡散していた X 上のフワちゃんの好きなところを綴るハッシュタグへの感謝を綴ったものでしたいずれも自身のファンに向けたものであり謝罪と後悔の念を表明した上で自身を心配するファンを気遣っていましたしかし この3件の投稿はいずれもその後削除されていますファンに自らの言葉で率直な思いを綴ったこれらの投稿だが SNS 上では間違った広まり方をしている11日の活動休止発表後から3件のポストをスクリーンショットした画像をフォロワー数の多いアカウントが X 上で相次いで取り上げたことで拡散しかし スクリーンショットには投稿した実際の日付が書かれていなかったこともあって活動休止発表後にふわちゃんが投稿したと勘違いする人も続出し内容の一部を切り取って反省してると非難する人も現れたのです問題となったやす子さんへの投稿は不適切だったと思いますが今回のサブスク内での投稿はあくまでファンを気遣ったもので謝罪と反省の念も綴られています そもそも投稿したのは活動休止発表前の8日ですし、この投稿自体は非難されるべきものではないと思います。再三、反省して精進することを表明しているフワちゃん。ファンの前に帰還できる日は果たしていつになるのか。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。もともとはあまり好きではなかったし、なぜ売れているのかもわからなかった。 指原が押している意味もわからなかった。遅刻も多かったと聞く。一度、ゆっくりと時間をかけて、自分を見つめ直した方がいい。やはりテレビ局や雑誌屋は、復活を望んでんだね。もともとこの方は嫌いなので見なかったですが CM が、なくなったのは良いと思います。まぶだち公言した人たちが、注意もしなかったのでその気になったのでしょうね。 テレビ局には倫理観が欠落して、身内受けの延長線の番組制作で世間と乖離してる気がします。フワちゃんに対しては、テレビって、タメ口女性枠みたいのを面白い、おかしく使うよなって思って見てたけど、苦手に思う人が多かったから自爆して叩かれ始めた、時に、もうこういうキャラは叩かれたら終わりなんだなとつくづく思いました。木下ゆきなさんも同じ流れですからね。 どちらも自分が発したことで叩かれてるから他者に対しての想像力のなさと売れて勘違いして間違いを正してくれる人がいないというより耳を傾けたりできないで危うい衝動性があるんだろうね SNS は人気者と勘違いしやすいから最近では渡辺渚さんも叩かれ始めたからね顔知らない他人なんて無責任なんだから金持ってるだろうから余裕なんでしょ 海外にに拠点にするららしいから日本のメディアにはもう出ないだろうね自分はアンチ側なのでメディアで見なくなることがとても幸せだここまで騒ぎが大きくなるということは自分同様にうんざりしていた人が多かった裏付けと思うまあこの人は優秀な人らしいので会社でも起こして成功させたりするんだろうけど。 来年度の教科書に掲載される予定だった写真も削除何をどう考えたら教科書に掲載される理由が生まれるの活動休止じゃなくて終了してくださいやっぱり反省もしてないしこりてないよねもともとあんな丁寧な文章を書けるわけはないのは明白それを立川とか古株が普通にかばう芸能界が怖い自分は 文章だけでで反省しましまたで終わらす、芸能人は信用しないし芸能人だからこそ謝罪するなら票に出てしっかり謝罪することがけじめだと思うまだこれでも不安を許して何かを期待してる人は寛大なんだなって思う真意はどうあれもう世間ではこの人の言うことなんて全部悪い方向にしか取られないということでしょう信用の貯金というものがもともとない人なので一度 悪い方向に転がったらその流れを変えることはまず無理でしょうし手を差し伸べてくれる人も出てこないと思いますこの人を助けても炎上の巻き添えを喰らうだけならまだしもこれまで伝えられている諸行を聞く限り音をあだで返すをナチュラルにやりそうな人に見えますしネット上で人気になったから地上波にも進出した人でしょうし周囲にファンとか好きな人はおらず人気があったと分からず 元のネットの世界に戻るだけなので影響ないと思いますが一度スポットライトを浴びると戻りたくなるんですかね彼女の一連の流れを見て思うのは周りに本気で彼女のことを思ってコントロールするできる常識ある人が誰もいないんだなということこの投稿だってスクショ取られて流出するのは明らかだし今は何をやっても炎上するのは自命でもそれを止める人がいない 彼女は今後反省してやり直しを図るんでしょうが、そんな環境で反省ができるのかなとすら思うあの言動は単に過去に人間関係のトラウマを抱えた人たちの古傷をえぐるバリ増減として広く認識されてしまったようですので、安子さんとの間の問題では済まなくなってしまいました。またグーグルが追放した時点で半年はスポンサーがつかない状況かと、倫理上も 商業上も半年は鎮静化すするるまで禁止するのが良いかと思われます心の底から反省なんてしてなくてとりあえず火消しに追われ建て前的な謝罪文で済ませた感じそして自ら誹謗中傷は気にしないタイプとの公言を示しているあたり強靭な精神の持ち主でガラスのハートではないのだろうそしてその上で言うならば必死に。 不和を加ば社会的な制裁は受けていると擁護していた一部のタレントたちもこの不和の本質の部分までは探ることはできなかったですね。